郎くんは誰？まあ今日いなくて。いないの？ここ相手あこの人、はい、いないってどういうことよ。あの仕事で来れなかったので、あパソコンにですねいます。パソコンにいる、はい、パソコンに。そんなになんか繋がってるってこと？開けていただいて、すいません。どういうこと？生繋がってんの？いや録画してきたんです。録画？いやテレビ電話だったらわかるけどさ。あいいこれ。あ今その仕事中だから結局そうか、テレビ電話とかできないのか。そうです。事前に撮った V を。なるほどね。メンバーの数より多くの楽器を使うってこと、これどういうこと？か4人なんですけど。ほうほう。あなるほど、1人いくつか演奏するんだ、1個じゃないんだ。そのたくさんの楽器を使ってやろうって言い出したのは誰の？あ彼女か。聞きてえけどな。そうね、そんな。リーダーが来てないっていうのはね。結成の理由とか、なぜこのメンバー選んだかとか、楽器をたくさん使ってみようと思ったきっかけとか、でもリーダーから言われてやってるから詳しいことは分かんないよね。そんな感じ。そもそものね。でも今日はちょっと無理でしょ、リーダーがいないわけだから演奏が。演奏したところを動画に撮ってきたんで、なるへそ、はい、では一つお願いします。あそっか。こんばんは、フライングドクターの宇野ゆです。ちょっと私があの、ね、仕事の都合でちょっとそこに行けないというなんてことなことになってしまいまして、メンバーが3人行ってると思いますが、若林さんが最近、ドラクエにハマってるって聞いたので、ああやってますよ。今日はちょっとドラクエメドレーで、ドラクエ癒されてもらおうかなと思います。これはでも嬉しい。俺いいじゃんいいじゃん。じゃないのよ。お見事。これはどうですか、やってみて。初めてでしょこうやって、はい、ね、録画 VTR と一緒に演奏したっていうのは難しかったです。難しい、はい、まあまあまあでもすごかったですな。こういう感じでやってると、こういう感じではないけど、ないけど、ね、確かにそうだな。何がすごいか分かんないんだよ。